新入生の皆さん、入学おめでとう。合わせて本日の入学式にご臨席賜りました新入生のご家族、関係者の皆様にも、本学の教職員一同を代表して心からお祝い申し上げます。今日の入学式は大阪音楽大学と大阪音楽大学短期大学部合同で実施していますが、本学は大正4年1915年に大阪音楽学校として開校され、昨年創立100周年を迎えた歴史と伝統のある学校です。本日の式次第の表紙にある創立者永井浩二先生の言葉、世界音楽並びに音楽に関連する諸般の芸術はこの学校によって統一され、新音楽新歌劇の発生地たらんことを祈願するものなりを見学の精神として掲げ、関西唯一の音楽短歌大学として見学の精神を実践すべく努力を重ねてきました。100周年を期して社会のニーズに応えるべく、大学にミュージッククリエーションとミュージックコミュニケーションの2つの専攻を新設し、今日最初の入学生を迎えます。そして現在2つに分かれているキャンパスを1つにまとめるべく、8階建ての新校舎の建設に着工しています。新校舎は100周年記念館として今年の秋に竣工し、2017年度来年の4月から使用を開始する予定です。新校舎には図書館、音楽博物館、体育館、録音室、オペラスタジオのほか、パイプオルガン、ポピュラー、ジャズ、電子オルガン、ミュージカル、ダンスパフォーマンスの各演習室、練習室が入ります。来年度からは、第二キャンパスの迎合館の使用は中止し、それに伴い、スクールバスによる移動の手間がなくなり、快適な学習空間が整備されます。今日の入学式を迎え、皆さんは音楽への意欲と情熱を新たにして本学の門をくぐられたことと思います。しかし現在の日本の社会で夢を持って自分らしく生きることは大変難しい状況です。その中で皆さんは自らの意思で音楽大学への進学を選ばれたわけですから、まずそのことに対して敬意を表したいと思います。音楽とは音による表現です。皆さんは音とは何かと考えたことがありますか？ここには大学院や専攻科に進学される方もいるので、こんな質問は失礼かもしれませんが、音というのは物体の振動が空気などに伝わり、粗密の波として広がり、空気自体は動きませんが、その振動が鼓膜を振動させ、それが電気信号に変換されて脳が音として認識するということを言います。物体の振動を媒介するものは必ずしも空気でなくてもいいわけですから、液体や金属を通しても音は伝わります。そして人間はだいたい1秒間に20振動
音の振動はヘルツで表しますから20ヘルツから2万振動ぐらいの音を音として人間は認識をします。だいたいピアノの一番低い音アーの音ですけれども、アーの音がだいたい27ヘルツ、ピアノの一番高い音ツェの音ですけれども、これが4224ヘルツ。人間は2万ヘルツまで音の認識ができますから、20ヘルツから4000ヘルツというのは大体オーケストラの音域がこれに当たります。で、4000ヘルツ以上の高い音っていうのは、これは音色を、を作る上で影響をするということになります。実は犬はもっと高い振動数の音にも反応しますから、動物の種類によって音の範囲は異なります。ただし認識の問題として、人がいないところで響いた音は果たして存在するのかという、哲学の問題も存在するくらいですから、人間に聞こえない音を音と言っていいのかという問題もあります。今申し上げたように、音楽は物体の振動という物理現象を用いた表現ですが、人を震撼させるような力があります。人がなぜ音楽を聴いて感動するのかということは、脳のメカニズムとしては解明できても理由は分かりません。音楽を聴くということは、鳴っている音を物理的に認知するということではなくて、演奏しているその人の表現に込められた高揚やためらい、感情の変化などを同時体験することです。複製技術が発達し、いつでもどこでも音楽が聴けるようになりましたが、音楽は鳴り響いているその瞬間にしか存在しません。感動というのはアクチャルな情動反応で、聴取の現場で起こるものですが、聴いた音楽が記憶の中に定着し、あの音楽は本当に素晴らしかったと生々しく体験されたものが抽象化され、理想化されて、感情のイメージとして想起されることによって本物になります。そして楽器の演奏のためには、左右の手の協調が必要になります。手が動くということは、それぞれ左右の反対側の脳から独立して指令が出るわけですから、左右の脳の協調が必要になります。そのため楽器をスムーズに演奏するためには、長期のトレーニングが必要になります。お父さんとお母さんから半分ずつもらった遺伝子の DNA は一生変わらず、生まれながらの芸術家もアスリートもいませんが、何かの技能を練習によって獲得するとき、脳は構造的変化を起こすと言われています。持って生まれた資質は、練習や鍛錬に耐える努力があって発現します。演奏家も歌い手もダンサーも作曲家も、基本的な指使いや声のコントロール、身のこなしや譜面上での音の扱いができるようになって、初めて表現が可能になるわけです。ここまではプレイに関する感というか、ひらめきであり、説明可能な範囲です。そして断片的な基本のスキルが、
すべてつながったとき、それ以上のものが発揮され、感動を呼びます。まとまりの感覚は、一つ一つの部分ではなく、部分同士の関係にあり、全体は部分の総和以上のものであり、芸術の表現は個々の技術を超えたものになります。これは、やろうと思ってできるものではなく、経験から自然に生まれ、その答えだけが意識に上がる直感から来ます。皆さんはもう現役時代のことをご存知ないと思いますけれども、長嶋茂雄さんがホームランの打ち方について聞かれたとき、グーンと来たらバーンと打つだけ、この世界が直感の世界です。言葉での説明を超えています。音楽を学ぶことは、知識や情報を蓄積することではなくて、その中に入り込み、理解を深めることです。皆さんが自分の感性を磨き、自分の頭で考えて、納得できたときに初めて人に何かを伝える表現が生まれます。納得できなければ、なぜで納得できないのかを考え、それを自分で考えることが学ぶということです。そして習得した技術がないと卓越した表現にはならず、ひらめきが直感に昇華されるかどうかは一種の神がかりの世界、運任せのようなところがあります。人間が経験によって真に学び成長するものだとすれば、最大の経験は失敗からもたらされます。好きなことをやって失敗し、努力が報われないとしても、その経験は決して無駄になりません。挑戦し跳ね返されるという経験があなたを強くします。そして結果が全てではないことが許されるのが学生時代です。科学は個人を超えて進歩しますが、音楽は個人の中で深まることはあっても進歩するわけではありません。このことは同じ失敗を繰り返す人間の愚かさを示していますが、同じことが生きることの面白さ、楽しさの源泉でもあります。好き嫌いをしない、いいことして生きることは、何が好きなのか、何をしたいのかがわからない人間になるということです。嫌いなことや苦手なことは、イソップの酸っぱいブドウの話に出てくる狐のように、どうせこのブドウはまずいと自己正当化して避けるのも一つの方法ですが、努力し苦しさに耐えて乗り越えることで初めて得られる喜びがあります。今日はダメでも、明日はできるようになるかもしれません。そして音楽にはその努力に値する奥深さがあります。学ぶとは、自らの興味や好奇心に基づき自発的になされるべきものです。現実の世界で生きる力を音楽を通して身につけてください。音楽があふれるキャンパスで皆さんの挑戦が今日から始まります。個性は作るものでも作られるものでも
伸ばせるものでもありません。ことさら自己主張をしなくても、一人一人顔が違うように、これまで生きてきたあなたの存在それ自体が個性的なのだという自信と自己肯定感を音楽実践をすることで持つことができたなら、あなたの人生はきっと豊かなものになります。私たちもできる限りのサポートはしますが、実際に表現するのは皆さんです。皆さんの一人一人が努力を惜しむことなく、充実した大学生活を送られることを心から願ってお祝いの言葉とします。新入生は全員起立してください。礼。着席してください。